皆様こんにちは、歌声喫茶クリエイターの稲見かなきです。今日はですね、高齢者の方々に見られる声の特徴3点、そして、それを解決するための、手段と方法ですね、をちょっと、お話しさせていただきたいと思います。どうぞよろしくお願いします。私も20年ぐらい歌声喫茶の伴奏や司会をさせていただいておりまして、その名の中でですね、よく歌のお悩みというのを高齢者の皆様からいただくことが多いです。で、そういった皆様にお話を伺って、実際に皆様の歌を聴かせていただくとですね、あ、なんとなくその高齢者の皆様の歌い方の特徴ですね、が大体3種類に分類できるかなというふうに思うんですね。で、この3種類というのが大きく皆様を悩ませてるんだなということが、なんとなくこの20年で分かってきました。で、今日はですね、まずその3つのその高齢者の皆様の歌い方の特徴を、3つ挙げさせていただいた上でですね、具体的にどういった歌い方になっているか、そして何をすればその歌い方が良くなるか、改善するのかということをですね、ご説明できればと思います。どうぞ最後までよろしくお願いいたします。では早速参りましょう。高齢者の、皆様に見られる歌い方の特徴、一つ目はですね、声が小さいということでございます。後ほど具体的に説明させていただきますが、こうボソボソボソといつものおしゃべりのように口先でしゃべるような形で声を発声する方がいらっしゃるんですね。だからとにかくいろんな会場に行かせていただきますと、この声が小さくて、ね、なかなか声が出なくてねーで悩まれている方 もう大変多いです。一つ目は声が小さいということですね。そして2つ目、これはですね、声が苦しいと、出すのがこう苦しいと、締め付けるように声を出すという方がいらっしゃるんですね。苦しそうに声を出すと言ってもいいかもしれませんが、どういうことかというと、長いこと私歌ってなくてねっておっしゃるんですね。お仕事がもうたくさんやってたから、歌う機会なんてもう20年ぐらい歌ってないわよっておっしゃって、でその方にじゃあ一度歌ってみてくださいって申し上げるとですね、大変苦しそうに声を出されるんですね。でもちょっと声出すのが苦しくてねって、もう声が出ないし、多少もちろん喉にね、グーってこう力を入れて出したら出るのよ、出るんだけど喉が痛くてもう困ってねっていうことをおっしゃいます。だから声を苦しそうに出すっていうのがですね、この高齢者の皆様の歌い方 の特徴2つ目でございますね。そして3つ目でございます。これはですね、皆様もおそらく経験があると思うんですが、音程が取りにくいということです。音程というのは音の高さのことでございますね。歌を聴いたときに、こんな言い方は僕はあまり好きじゃないんですけれども、音痴なのよ私はってご自身のことをおっしゃる方がいらっしゃるんですよ。音痴でなかなか音が取れなくてねって。で、実際に聴いてみると、やはりピアノの音よりも少し低かったり、あるいはピアノの音より少し高かったりっていうですね、そういった歌い方をされる方がいらっしゃいます。声が小さい、そして声が苦しそう、そして3つ目は、音程が取りにくい。これがいわゆる高齢者の皆様によく見られる歌い方の特徴なんですね。3つあるんですね。ちょっと分かりにくいよという方もいらっしゃると思うんで、実際今目の前にピアノがありますから、有名なこの赤トンボという歌をですね、歌いながらですね、どういった歌い方を普段高齢者の皆様がされているかというのをちょっと一つ一つご説明差し上げたいなと思います。まずは、声が小さいという方ですね、口先だけで、いわゆるこう体全体で歌うというよりは口先だけでボソボソ歌われる方が多いです。声がこう小さいところにとどまってボソ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 とこう歌っておられるんですね。で、もちろんね、歌い方というのは千差万別、人それぞれでございますから、僕もそういう歌い方を否定するわけではございません。なんですけど、僕の目指している歌声喫茶というのは、声を大きい声で歌おうというところがですね、やはり最終目標でございます。で、何よりこう大きい声で歌うと楽しいですよね。なので楽しいですし、ストレス解消にもなりますし、そういったところを目指すということで言うと、小さい声のままですとちょっとなかなか歌声喫茶が楽しんでいただけないんじゃないかなという心配がありますね。
2つ目でございますね。2つ目は、声が苦しそうっていうことですね。それもちょっと実際やってみましょう。夕焼け小焼けの、ちょっとオーバーにやりましたけど、今のいわゆる首をこうグッて締められてるような声で歌われる方が多いんです。僕ちょっと言い方悪いですけど、よくカラスの鳴き声ってね、あーってこういうなんて言うんでしょう、声で歌われる方多いんですけど、これもですね、あんまり良くないですね。とはいえですね、皆様もよくほら市場とか行かれたら、市場のお兄ちゃんとかですね、あるいは八百屋のおじさんとかですね、いらっしゃいいらっしゃい、安いよ安いよってこう喉だけで発声される方ってよくいらっしゃいますね。で、あれなんていうのはやっぱりこう風物詩というかですね、僕も味があって大好きなんですけど、ただですね、皆様がこれを同じように真似して大きい声出そうと思うとどうなるかというと、喉が痛くなって、喉がこう声が小さくなって、で喉が痛いだけで、ああ喉痛い喉痛いということで、だん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 気分が落ち込んでいって、これもですね、やはり歌声喫茶が楽しめないという原因になってしまいますね。これだとあまり良くないかなと思うんですね。そして3つ目でございます。声、そう、音程が取りにくい。先ほども申し上げたように、音の高さが取りにくいということですね。僕が長く歌声喫茶やってますとですね、大体皆様音程が低くなる。あるいは平坦に歌われるっていう方が多いんです。どういうことかというと、例えば、ゆうやーってこう、音程が合ってたらいいんですけど、夕焼け小焼けのってこうずっと平坦に歌われるっていう方がいらっしゃる。で、いわゆる俗に言うこれが音痴なんていうすごいひどい言い方をされる方もいるんですけれども、でもちろんね、歌は音程が全てじゃないというのは一つあります。ですが、これもやっぱり歌ですからね。皆様の中にはもうせっかくだったらピアノで生伴奏してもらうんだったら、そのピアノの音に合わせて気持ちよく声出したいわって思われる方もきっといらっしゃると思うんですよ。なので、この音程が取りにくいっていうのをそのままにするというのも、やっぱりこれもですね、歌声喫茶を楽しめない原因になるんじゃないかなって僕は思うんですよ。今ざっと挙げさせていただきました、高齢者の皆様の歌い方の特徴3種類、ございます。1つは、声が小さい。で、2つ目は声が苦しそう、苦しい声を出しているんですね。そして3つ目は音程ですね。音程が取りにくい、音の高さが取りにくい、これがですね、やっぱり主な高齢者の皆様によく見られる歌い方の特徴でございます。でですね、話はここからなんですけど、実は今言ったこの3種類の歌い方、おそらく皆様の歌におけるお悩みもこの3種類のどれかに当てはまるんじゃないかなと思うんですけど、これを解決するのは案外簡単だったりするんですよ。で、そのコツをですね、今日はちょっと一つだけお伝えしたいなと思うんです。それはですね、息でございます。呼吸です。はい。つまりどういうことかというと、いや呼吸なんて普段からしてるわよって思われた方いらっしゃると思うんですけど、僕が申し上げたいのは、いつもより多く息を吸いましょうということなんです。まずこれなんですよね。で、これが一体どういう解決になるかというのを今から申し上げます。まずですね、呼吸ということでございますが、今申し上げたように、やっぱり大きく、いつもより大きく深く息を吸っていただきたいということなんです。例えばこう今歌った夕焼け小焼けのって歌いますよね。歌ったら大体この辺で声が切れるんですけど、普段皆様はここで軽く息継ぎをして、はかとんぼってこう歌ってると思うんです。なんですが、僕がまず申し上げるのが、いつもの2倍吸い込む形で、口と鼻から大きく吸ってくださいねって申し上げるんです。そうすると何が起こるかなんですよ。まずですね、息を吸うことで、当然ですけど声というのは息に乗って出てくるわけですよ。大きく吸い込んだということは大きな声が出るということなんですよ。そうするとですね、先ほど申し上げた小さい声になってしまうということが、まずこれで解消されるということなんですね。で、さらにさらに、3番目に申し上げた音程が取りにくいというのも、これで解決される方がいらっしゃいます。というのも、音程が取りにくいというのは単純に吸ってる息の量が少ないからということなんですね。例えばこの
この音を聞いて音を取ろうという思うときに息の量が少ないと当然音が少ないですから、はーってこう下にどうしても音が低くなってしまう。ところが息を大きく吸って深く吸ってあげると、この先ほど音程が取りにくいっておっしゃってた方なんかはもうそれだけで、あ、息の余裕あるからなんとなくこの音かなってふっと歌うと息の量が多いもんですから、でこの音にバーンと当たってしまうんですよ。つまり、あれ、私音痴だと思ってたけど案外音取れるじゃないっておっしゃる方がすごく多くなんです。つまりこの深く吸うということが実はすごく大事でなってくるということなんですね。もうこれは今すぐ皆さん誰でもできるかなと思うんですよね。でさらに、まあ、じゃあ息大きく吸うのは分かったけど、じゃあどう具体的にどう吸っていけばいいのって言ったらですね、これはですね、まあ、まずは息が切れたタイミングで少し普段より多めに吸っていただくを心がけていただくといいと思います。例えばですね、今歌ったこの赤とんぼで言うと、夕焼け小焼けので、大体皆様ここの辺で息が切れます。切れた時に口と鼻からでこう吸うわけなんですけど、それを少し普段よりも心持ち多めにと吸い込んでみる。まずここからスタートで大丈夫です。そうするとですね、もう息が切れたところでそのタイミングでなるべく多めに吸う。これを心がけると何が起きるかというと、まあ、先ほど声が小さいが解消される、であるいは音程が取りにくいが解消されるって言いましたが、この声が苦しそうっていうのも大きく解消されます。こまめに吸い込むことでですね、まあ、息に余裕ができますから、このわざわざ喉に力を入れなくても、あ、なんだ意外と余裕持って歌えるじゃないかっていうことになるわけですね。実際ですね、僕も今先ほどいろんな話ここでさせていただいてたんですけど、その中で今言ってる太子町というですね、大阪府にある場所なんかでも、実際にこの方法を皆さん大きく吸ってくださいねって、タイミングよく、だいたい息が切れたタイミングで吸ってくださいねって申し上げると、参加者のだいたい半分ぐらいの方はそれだけで伸びやかな声が出せるようになっていきます。これはすごい驚くべきことなんですけど、案外皆さんは忘れてるんですね。で、ただしですね、この息を深く、そして息が切れたタイミングでこうスッと口と鼻から目いっぱい吸ってもらうということにもちょっと一つ注意がございまして、それがですね、いわゆる息をですね、こう吸うタイミングになるときに、はい、こうだいたい力を入れてでこう吸われる方いらっしゃるんですよ。どういうことかというと、肩とお腹とかにどうしてもですね、普段よりも大きな息を吸うということで、気合が入ってしまってですね、大きな口と鼻を開けてこう口からってこう 吸おうと思うので、こう肩と首に力がぐーっと込めてしまって、それでいざ息入ったらこの息の通り道が硬くて声が伸びやかに出ないっていう方が結構いらっしゃるんですね。で、注意点としては、息を大きく吸うんだけれど力を抜きましょうってことなんです。力を抜きながら吸うってことなんです。肩も力入れず、首も力入れず、もちろん手もブラブラさせてくださいね。こう力を抜いた状態で、ゆうやで、また力を抜いて吸う、伸びやか、力を抜いて吸う、伸びやかで、これを守るだけでもうね、歌声の半分ぐらいは解決しちゃってるようなもんなんですね。先ほど申し上げた声が小さくなる、そして声がなんかこう出しにくそう、苦しそうですね、そして音程が取りにくそう、この3つの悩みが息を普段より大きく吸う、そして力を抜いて吸うという、これだけで解決するということなんですね。で、これは割と皆様多分今半信半疑だと思うんですけど、ぜひともですね、この歌声喫茶にですね、ぜひとも来ていただきたいなというのはまず思います。今これをご覧になっている皆様の中でも、最初に申し上げた、私声が小さいんだよねとかですね、声が苦しそうって言われるのって、出しにくそうって言われるのっていう方とかですね、音程が取りにくいのよねって、この3つの悩みを持たれている方きっと多いと思うんです。だけれども、今僕が言ったこの息を大きく吸って、で、そしてなおかつ力を抜きながらしっかり吸って吐くということをやっていただくとですね、きっと今こういったこの3点のお悩みというのが解消していただけるんじゃないかなと。
で、さらにですね、皆様きっと聞いたことあると思うんですけど、これを追求していくと腹式呼吸、つまりお腹から吸ってお腹から吐くということに行き着くんですが、腹式呼吸についてはここから説明するとすごく長くなってしまうので、また別の機会ということにさせていただきたいなと思います。まずはですね、この今日言っていただいたこの3つのポイント、3つのお悩みを解消するために息を大きく吸って、しかも力を抜くということをまず試していただいて、素敵な歌声喫茶、そして楽しい歌声喫茶を楽しんでいただければなというふうに思います。今日はこの辺にいたしましょうか。どうもありがとうございました。この動画を気に入っていただいた皆様はグッドボタンとチャンネル登録をお願いします。